高知市の高知商工会館で第71回よさこい祭りを県内外に PR するポスター,ポスターの選考会が行われよさこい祭り振興会のメンバー7人が審査に当たりました今年のポスターにはよさこい発祥の地・高知の文字を入れるというルールのもと県内のデザイナーから6作品が寄せられました踊り子の笑顔を印象付けた作品や 71回にちなんで71チームの写真を載せた作品など個性豊かな6作品の中から審査の結果、今年はよさこい旋風をコンセプトとしたポスターが選ばれました。 トものよさこい祭りも昨年70周年を迎えて通常開催復活ということでこのポスターを配布することを通じてますますよそこい祭りの発展に寄与していきたいと思っています今日選ばれた作品は今後、文字や色合いなどの修正を経て4月に3000枚が用意され県内外に配布されます。